皆さんこんこにちは加藤です今回は僕が c o m ドットを脱退する件についてお話ししたいなと思いますでね皆さんもご存知の通りですね緊急事態宣言が出てるにもかかわらず飲み会にね参加して他のメンバーが参加してですね炎上してる件なんですけども僕はちょっとこのグループには合わないなと思いまして考え方のね違いから脱退することになりました で多くのファンの方々にはですね結構あの悲しい思いをさせてしまうことはあるかもしれませんけれども僕はこれからもです、ね、コ,ムコムドットのメンバーのことは好きですしそれぞれあの別の道に行きますけれどもあの自分は自分なりに頑張ってみんなにはこれからもコムドットとしてがんあの頑張ってほしいなと思います。 でね、まあ、ただね、ねやっぱり、あのー、コムドットの悪いところっていうのは、まあ、クソをもんない一般人がですねそのクソおもんないファン相手にですね、クソおもんない動画を作ってですねなんかバカ騒ぎしてたとでそれでちょっと調子に乗ってしまったっていうところもあると思うので僕の。 方ではではすねちょっとそれも反省して自分もそれをやってきた仲間としてですね反省してですね大麻合法化活動レペゼン大麻っていう思考用大麻合法化の活動家組合があるんですけどそこに入ってですねしっかり真面目にですね思考用タイマー合法化活動を頑張りたいいなと思いますで勘違いしてほしくないんですけど僕はコムドットに入ろうと思ってた段階で入るのをやめたっていうことなのでまあ脱退といっても 実際には正式には入ってないので、そこを勘違いしてほしくないなと思います。はい、今回は以上です。クッシュ